せないよ、同じや待ってるね。握手会で緊張してお地蔵さんになったらごめんなさい。大丈夫、若がもうめちゃくちゃ話しかけるから任せてください。若はほんまに初対面の人でもめっちゃ喋れる。やばい、唇がね大丈夫、可愛いから。てかさ、前髪切った？うん、みんなに聞かれる。切ってないよ。アミさんの隣でずっとうとうとして寝てて可愛かった、あのメイク中に。待ってくださいね、ちょっと待って。リップ機能あんの？ない、ないわダッシュで撮ってきたら？ちょっと待っててね30秒待ってくださいじゃあ数えててください。アイバイのチケット Thank you。 カムちゃん、カムちゃんみたいじゃないわ、カムサ、カムサハムニーな、ノムノムサランヘ一応聞くけど、公演後は配信なし。夜ルームズしようかな。ルームズ、お家帰ってから何時になるか分からんけど。こっちはお話し会の初日の木曜日が休日じゃないから参加できない。そうなんや。それはそれは。いた。じゃあ初日大丈夫？かわいい。なんで今日さ、おまおま言うな。かわいい元気な。おまえすぎるね、確かに。うん、おまゆやね、かわいい。じゃあ、初日じゃない。こんばんは。アミタンショールーム、アミタンどこに行っちゃうのかい？こんばんは。6時半から世代交代前夜公演があります。皆さん見に来てください。今日はみそにゃの生誕祭です。当日生誕祭なんですよね。すごい。そう、なんかね、今日はだからね、キャンプの時にアミは前髪を切ってもらったんですよ。そこからね、あの本当はね、パッツンだからストレートアイロンするだけでいいんですけど、ちょっと巻いてもらっちゃってでね、短いとこから巻いたから余計短くなって、こうしたら今もお眉毛に、お眉毛、お眉になっちゃうよっていう感じです。あ、シャメと肩叩き会、肩叩き申し込みしました。しのすけさん、ありがとうございます。あと25日の12時までは受付があるみたいなので、皆さん見に来てください。お願いします。はい。向かってます。てっちゃん気をつけてね。なんか今日はなんかね、雨と雷がすごいんですよ。よかったな。ね、なんかね、この地下にいても聞こえるぐらい雷がすごくって、雨もザーザー言ってたよ、うん、びっくりだよ。なので気をつけてきてください。ジョエルさん、ココナッツドリンクありがとうございます。揺れちゃうね。申し込んだゆい、あ、めいちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。コジさん行きます、ありがとうございます。すごい、花火大会やってるよ。花火大会、東京は晴れてるよ。だってふーたん、そうなんや、いいな。こっちはね、雨は今止んだのかわからないんですけど、さっきはもうずっとザーザー言ってて、ゴロゴロ言ってました。あ、もう止んでるんや、よかった。あ、止んでるんだ、うん、それはよかった。ほぼはおらって。そっか、あ、間違えた。大阪の握手会と社務会申し込みましたよ。あ、ほんまに、やった、こんにちは、ね、こんばんは、お疲れ様です。今日はやばいね、揺れるね。お前掴んどこ。ん、上着忘れてる。あ、だからね、ここ映さないよやばいね、撮った方がいい今。うん、映さなかったらいいよね、うん、大丈夫やったね。なんか何回もある。マネージャーさんに、あのね、これ映さなかったらいいって言われた。あ、そうなの。うん、あ、こんばんは、毎度邪魔すんで、邪魔すなら帰って。嘘だよ。ここどこに写真だ。シャメと肩叩き、あ、さっき読んだね。ありがとう、しのすけさん。嬉しい。待ってる、ありがとうございます。どこまで読んだっけ。あ、東京は晴れてるよか。てっちゃん、だるま、ありがとうございます。全部写しちゃいけないんだよ、衣装で。みんなで
盛大にこれくらいサロの誕生日をお祝いしましょう。これでいきます、いや、やめときましょう。アミがこうやってくる。はい、あ、やばい、いつも感動する。ストップ、オッケー。あ、で、奥村さん、何これ、何これ、花火。さっきね、ここに黄色いなんか星が出てきたんです。それかな。ありがとうございます。てっちゃん、だるま、いっぱいありがとうございます。あ、ムーチョさん、さっき出てきたやつかな。ありがとうございます。あと今金魚も出てきてるよ。雨が一番出てきて気づいた。マジで奥村さん、金魚ありがとうございます。濡れてない。さっきこよりんががんこちゃんに似てる話の、え、こよりんががんこちゃんに似てるってどういうことや。あみね、がんこちゃんはあんまりね、見たことがないんですけど、が小さい頃は学校のね、なんか小学校で道徳の時間にがんこちゃんのやつを見たことがあります。待って、やばい、いい方。オッケー、はい、よいしょ。やっぱり朝より声が生き生きしてね。ね、あとね、さっきね、ちょっと寝てたんですよ、メイク中にね。あみね、髪の毛触られるとすぐ寝ちゃうんですよ。それで、あの髪触られて、こうもずっとね、寝てたんですよ。もう起きるのが大変でした。あくびの問題じゃなかったんですよ。あくびじゃなくて、もう目を開けても開けても目が閉じていくっていうね、あの問題でした。花火大会やから。えっと、けんちゃんハート100個ありがとうございます。ようちゃんハートありがとう。メダンクラブだよ、ありがとう。みみちゃん、おほひさま、ありがとうございます。徳島和さん、金魚ありがとう。リムさんもありがとう、ありがとう。11ハートありがとう。徳島和さん、ありがとう。レイ君、そう、あとだからね、アイロンするときは頑張って目開けてねって言われました。その後ろの髪は大丈夫やけど、前の髪はさ、やばいやんか。だから、あの、その言われたんよ、あのメイクさんに起こされて、今からあの前髪のアイロンするから起きててねって言われて、めっちゃもう目をガーって、もうこんなこんなね、お目目で、あの頑張って起きてました。若村さん、ハートありがとうございます。公演頑張ってありがとうございます。ね、今日はミスニャの生誕祭なんですけど、アミが頑張ろうと思ってることが一つあって、あのかっこいい表情もできるように頑張りたいと思います。はい、待ってるよみんな。あ、はっ、松岡さくらさんがめっちゃ可愛いだって、ありがとうございます。いや、やばいね。え、じゃあ何、有料ギフト、やばいやばい、嬉しいです、ありがとうございます。奥村さん、ハート100個ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。はぁ、話し会ポチしたよ、楽しみ。わー、楽しい。え、そうなんですよ、もう髪の毛を触られるとね、すぐ寝ちゃうので危なかったですね。ありがとうございます。危ねえ、生誕 T シャツラストでしたって。あ、よかった、帰って。みそにゃの生誕 T はね、紫色の音符の中に、何、五線、五線の中にね、みそらって書いてて可愛いんですよ、めっちゃ。今もお宅でいてよそう、ありがとう。 DMM カメラで目が合いますように。そう、それも頑張るので見ててください。あ、劇場にファンレター出して並んでるよ、だって。ありがとう、ロドリゲスさん。濃いピンクと白色のペンライトでコールはアミタンでお願いします。はい、お願いします。こんにちは、こんにちは、福島和さん。で、なんか、なんだっけ、あ、そう、今日の12時からあれがあったんですよ。申し込み第一次受付が始まったんですけど、25日の12時まで受付ができるみたいなので、皆さん、アミに肩叩いて、アミが肩叩きますので来てください。見に来て、あ、写真とか撮りましょう、おしゃべりとかね。楽しみ。初見です、アミタンバブーで可愛いだって。あ、若ちゃん、若さん、ありがとうございます。ね、あ、じゃあここに、ここのハートがね、白い方はポーンって押してピンクにしといてください。でもピンクの方はもう OKOK です。帰ったら申し込みもする、絶対今日やらないと。ってアナちゃん、ありがとう。待って、下向いちゃった。アナちゃん、ありがとうございます。やっぱリアルで会えるの、あと、こうしましょう。触れ合えるのって違うよね。そう、初めてのラジオも楽しみや。そう、今日の19時だから7時からラジオがあるんです。ジャンレディに出たので、ぜひ皆さん見てください、お願いします。あとはそのね、なんか再放送っていうのがあるんですけど、25時らしい、今日の
今日の25時ってさ、もう20、あれ今日の25時ってもう今日じゃないっていうことなんですよ。だから明日の深夜1時ってことですかね。そう、今日はね、皆さん見てみるんですよ。そういうものですよね。25時ってよくわかんないですよね。9時半開演なので、お間違いのないように。あ、そうだ、 FFF さんありがとうございます。ラジオなので聞いてくださいやって。だから7時からラジオがあるのみたいなので、アミ初めてのラジオなんで、ぜひ皆さん聞いてください。お願いします。着替えないといけないので、じゃあそろそろランキング読みたいと思います。アミタは寝てるのって。寝てますね。寝てるけど見たいな。7時のやつはね、公園とかぶってるんで見れないので、もし元気があれば頑張って1時まで起きます。25時まで起きて見たいですね。ありがとう、花火ありがとう。頑張ってみます。ちいこちゃん花火ありがとう。ゆもくん花火ありがとう。ん、オタクは深夜30時まで夜って、深夜30時ってことは何時や。13位、富士山ありがとうございます。朝の6時やん、それは。ありがとうございます。もう朝やん、深夜じゃなくて。ありがとうございます。10位レイくんありがとうございます。9位ようちゃんありがとうございます。8位よもくんありがとうございます。あ、大村通さんありがとうございます。そう、補足するとテロップの素人、これですね。これはアミのペンライトカラーなので、皆さん来てください、お願いします。4位11位元気満タンなどはピオタンさん、はじめまして、ありがとうございます。指定第2位は徳島かずさん、ちょっと待ってね。そしてね、怖いんですよ。ちいこちゃんありがとうございます。皆さん短い時間でしたが見に来てくださってありがとうございました。じゃあまた今日の夜お家に帰ったらルーム中で、今日最前列だったって。リンゴちゃんすごい、探しますね。ありがとうございます。皆さん、アミ今日はもうみんなと目を合わせるぐらいに行くので、アミのこと見ててくださいね。ね、アミも向こう行こうかな、そろそろ怖いから。え、大丈夫だよ、一人明るいやん。やだやだ、ちょっと移動しましょうね、一緒に。周りが映らないように頑張っ…え、コヨタもしてたからいいよね。いける？いい？やめた方がいい？え、わかんない。手で押さえて。あ、大丈夫ちゃう。いくよ。じゃあ、一斉ので一緒に行きましょう。お疲れ様です。失礼します。待って待って。待って。ショールームしてます、ショールーム。怖くてこっち…え、もう15分経ったかな？立った？まだかな。でも立ってるはずなんですよ。だからね、何分からしてるんだ。やばい。はい。もういいかな。あとどれぐらいやろう。何分からやってんのよ、ラミは。はい。もう少しかな。オッケー。ありがとうございます。やばいよ。あと2分弱 OK です。あ、じゃあアミもうちょっと売らないといけない。あの、もう連れてきますね。ちょっとね、ちょっと皆さん連れてきます。 OK、 はい、戻ってきました。はやーって感じなんですけど、じゃあ待ってね、ここします。アミか。そうだよ、ちみさおちゃん見えた。はい、あかん、これ映したらダメじゃん。ダメな絵です。ちょっとね、ちょっと見せると、ジブを見せるとこんな顔の子なんでね、やめておきますね。はい、描きます。お絵描き、ごめんなさい、世話しないね。だって待って、やばいやばい、ほんまにみんな映ったらやばいから、ちょっと斜めに変えますね。はい、オッケー。鉄メガネさん、バラありがとうございます。じゃあそろそろね、順位を読みたいと思います。いきます。あ、まだやばいやばい。いきます。13位、もちさんありがとうございます。12位、ちおうきちさんありがとうございます。11位、ダニエルありがとうございます。10位、りょうちさんありがとうございます。9位、みみちゃんありがとうございます。8位、もちさん、あれ、もちさんありがとうございます。
7位てっちゃんありがとうございます。6位めいちゃんありがとうございます。5位むーちょさんありがとうございます。4位べりまいさんありがとうございます。3位こじさんありがとうございます。2位ジョエルさんありがとうございます。1位はタララン奥村さんでした。ありがとうございました。じゃあ奥村さんのパンダを描いて終わりたいと思います。消火器と図書ってイエイ。はい、じゃあね奥村さんのを描いて終わりたいと思います。待ってね、このパンちゃんをかぶった女の子を描きます。もうねこれは描き慣れたと言っていいほど奥村さんが見に来てくださるので描きました。たくさんありがとうございます。待って、やばい、ちょっと急ぎます。やばい、みんなが用意できてっちゃう。雨は結構用意早めにしたつもりだったんですけど、みんな早い。ちょっと待って、やばいやばい、急げ。急げ。はい、できました。